あ、こっから混むんかな、嫌やな。丸亀市。丸亀市に入りました。入りました。混んでますね。もうすでに、うん、ショートカットします。ショートカット。はい。どっち入る？はい、右左。左です。左です。はい。はい、ローソンのところ左に曲がります。はい。ね、こういうとこが地元の方が煽られると僕らはありがたいですね。そうそう。ね。Google に騙されなくても済むし。うん。確かに。今んと僕のが多分 Google よりは詳しいんちゃうかな、ここら辺に。そりゃそう、そりゃそうでしょ。はい、ドーンと、あの手筋ですね。もう全部与作さんに言ってくれるから楽でいいな、もうこれ。もっといろいろ言ってくださいよ。いやいや、どうせ言われたらなんか照れくさだってなって言われるんだけど。面白いこといっぱい言ってくださいよ、市長取れるよ。プレッシャープレッシャーや。読めねえがちょっと喋らなかったじゃん。お腹いっぱいで眠いのよ。出た眠いんだ。出た食べたら眠くなるのよ、子供だから。子供ね、えらい年いった子供やな。そうやー。生涯子供よ。明日子供の日ちゃいますんか、明日。そう、気まきどめなあかんやね、これ。この窓ガラスは何のためについてるの見えないんですけどね、これ全然後ろ。デザインじゃないですか、そういう、うん、デザイン、ね。まあ、多少は見えるけど。これ真ん中はこれ一応落ちるんですけど、あ、すごい、すごい、開くんだね。ちょっと感動。ここを左に曲がります。はい、万能池に来ました。ようこそ万能池。はい、万能、これが万能池。万能池、ここ血分金賞か宝章か並べます、ここ。ああ、いいじゃないですか。万能池ってこれな、どういう言われがある池なんですかね。もう外しますか、これ。一応弘法大師が作った池なんで。弘法大師ね、はいはいはい。じゃあそれぐらいでとりあえず。はい。万能池です。はい、与作さんの撮影スタイルはこういう撮影スタイルで、こういうね、そうです。これ風をね、風を避けるためにわざとこっちにします。あ、そうなの。こっちにしたらね、昨日こう、あ、この鳴門大橋で、この辺で鳴門大橋はやばいよね。ね、いや、よう考えたらこっちの方がええやと思って、風切りが、うん、はい、でもこの境目のとこが入っちゃうかもしれないけどね。発生やね。あ、まあ、どう、うん、はい、大丈夫でしょ。はいはい、じゃあ行きますかね。行きましょう。アイスクリームじゃないわ、ソフトクリーム。この S6 がバイクみたいな加速するから、一緒に走ってても全然ストレス感じないですね、車と一緒でも。あ、前車来ました。コペン対 S6。
ままならいける？いけるいける。今昼12時半ぐらい で昨日行ったうどん屋さんちょっと遅くてもう終わっちゃったんでね。で今日は早めにっつって今行ってきたんですけど、今日は定休日でしたわ。なかなかうどん県香川は讃岐うどん食べるの難易度高いんですよね。食べられない可能性もありますね、今日もね。なんか結構地元の店は連休でね、山田うどん。山田うどん、ここなんかかかしのマークなんですけど、埼玉の山田うどんと関係あんのかな？どうなんだろう。それで有名店はすごい混んでて食えないし、で地元のお店は連休だとね、なんかお客さんさばききれないっつってね、閉めちゃったりするらしいんですよ。だから結局食べらんないっていうね、それがうどん県の現状ですね。ということで、あ、開店って書いてある開店だ。やっているところにやっと着きましたよ。うどんにありつけそうですね。ということで、本場讃岐うどんですね。生姜をかけて、あとごま。じゃあいただきます。天ぷらはこれかけんの？好み。味はついてない？ついてる。あ、うまいね。うん、腰が強い。うん、ちょっとタレがすごいうまいんだよね。ぶっかけっていうのがメジャーなんですか？それぞれ好み？僕は好きですけど、普通にかけたら、ザルだとこのまた別のつゆがついてる。うん、そうです。味が違うんだ。時間かかるかも、これ結構かなりの量だよ。中中はこれはちょっと舐めてたな。いっぱい届んでちょっと食べてみます。ラーメンを食べるの？うどん屋さんで、うん、ちょっと一杯だけ食べる。もう一杯、満腹させてんの。すごい、十分や。満腹さ。言うとったよ。そうだよね。そうね、十分やったね。今日失敗したんだ。これでもう一軒とか行ったらちょっと無理っすか？もういいっす。ゆきさん見て、あ、二つは無理、口は無理だ。だって、結構な量入ってたよ。うん、去年も6倍だった。3玉頼んで食べられへん。1本がさ、そこそこの太さあるやん。大阪のうどんよりちょっと太いで、長いさ、舐めとったな。まあ
なんか食っても食っても減らないんだけど。夜いらんかった。俺もだいぶ夜いらんな、もう。わー、なんか綺麗なラーメンね。うん。これ、これ透き通った汁のね、ラーメンってあんまないから。今、満腹並ぶうちにちょっと。ちょっとだけだ。ちょっとだけ。スーさんも失敗した口ですね。多分これ中でしょ。中。ああ、うまいね。これが何ラーメン？なんかや回答が読めない。いびきいびこラーメン。あ、いりこだし、ちょっと匂いすごい。だしがめっちゃうまかったこれ、うん。全然減らないこっち。マンクさんの讃岐うどんを食べました。もう閉店なってる。危なかったでしょ。ということで、もう閉店になってしまいました。1時半玉切れ終了。いや、讃岐うどん、あの、なかなか手強かったですけど、なんとか完食しました。店による。ということで、めでたく食べて玉切れ終了です。うどん屋さんは、うん、そうそう、みんな食べ過ぎです。みんな食べ過ぎ。いらんな。え、豆腐うどんやって。豆腐うどんいらん。ほんま綺麗な仏もあるんで、はい、瀬戸内海の島々が見えますね。瀬戸内見ながらワインディング、両方は見れない。いいね、この景色。うん、最高や。最高や。やっぱ海最高や。あ、急にここやっぱ気温が下がるね。うん、ね、海の風が吹くから。さっきまで25度いったのに、うん、20度になった。ああ、一気に5度下がった。いや、この辺いいんじゃない。砂浜がある。ここでね、昔はよく僕泳いでたんですけど。へー。あ、なんか電車が来た。これなんだろう。403。403はえ。ちょっと今のシーンは4倍速でお送りしました。すごいとこに来たよ。絶景の。倒れない？すっげえ。向こうに見えんの瀬戸大橋かな。瀬戸大橋。うん。え、ここはなんだっけ、しゅうで山。しゅうで山に来ました。香川県。山に来ましたよ。電波も途切れ途切れです。これちょっとサムネじゃない、ここ。
て。何分ぐらい？いやいや。ほんなら一匹切りましょうか。ごめんなさい。関越通報。はい。また呼びます。待ってるよ。何十秒ぐらい？関越通報がこれ砂に書いてある。書いてた。砂で。書いてあるみたいですよ。ショート動画あげようかな。1分？すごいですよね。1分もいらんだ。ここからもう天気も怪しくなってきたんで大阪に向けて帰ります。はい、どうぞ。先それではどうも失礼します。403とここでお別れですね。はい、じゃあここからは淡路島経由で神戸大阪を目指します。はい、大阪大きにって書いてある。こりゃ首都高よりスピード出せるな。でしょ。でも事故多いんですよね。さすが慣れた道は走るね。まあね、ここもう何十年と走っとるからね、ここは。うん、ならユミネートはもうちょっとでお別れですね。はい、そうだね。はい、お疲れ様でしたね。また走りましょう。ええ、はいはい、全然全然、ま、家まで気ぃつけて。それじゃあお疲れ様でした。またね。さよなら。はい、お疲れ。はい、それじゃあどうもね。ほんならもうスーさん、俺も行きますね。このまま帰りますね。はいはい、ありがとう。ありがとうございます。それではどうも。お疲れさんです。失礼します。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんおはようございます。今日はですね、2023年5月6日だったと思いますけど、ゴールデンウィークももう終盤ですね。で、私の関西四国ツーリングも最終日、今寝屋川ですか大阪ですけど、これから大阪を離れて、まあ、帰路に着きます。あの辺が生駒の山じゃないですかね。あれ越えて向こう行くと奈良なんですけど、まあ、今からはもう京都方面、滋賀から普通に東に、どうだろう、多分名神とか乗るのかな。どの経路をナビが取るかは分かんないですけど、もう帰りですね。いや、なかなか四国面白かったですよ。まあいつもね、毎年奈良に行くのは恒例になってるんですけど、今回はそこからまた足を伸ばしてね、徳島、香川行きました。まあその様子はもう動画で、撮ってね、ひょっとしたらもう配信されてるかもしれないですけど、まあいろいろ楽しかったですけど、最後ね、あと 500km、 事故のないように家までたどり着きたいと思います。はい、ということで気をつけて帰ろうと思います。それではまた。ほんじゃねー。